はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は、妖怪ギロボスティニバスターズ創刊号紹介します。こちらなんと、ボスメダルのプリズムブレイカーの B メダルが付属です。パッケージには、新妖怪の桃太郎にゃんもプリントされてますね。バインダーも今までのと全然違いますね。超妖怪大辞典バスターズって書いてて、で、これもなんか筆書きっぽくなってるし、裏面にはこれ鬼って書いてますね。これ赤鬼と青鬼かな。これレッドシェイですよね。セット内容がですね、まずこれがメダルポケット、なんか1枚になってるんですよね今回。でこれが開けると情報シートになってます。で裏面が桃太郎にゃん誕生の巻ってことで漫画書かれてますね。じゃーん、こちらがプリズムブレイカーの限定 B メダル、ホロメダルですね。なんか怖い、いかついわ。はい、でこれがネームシールでしょ。ラストこちらが召喚ページになってます。これ取ったら、うわ、あやとり様ですね。でこれを取ると青鬼で、この青色はチーババーンで、これがロボニャン28号ですね。紫色の B メダル取るとプリズムブレイカー、ボスメダルを要はこれセットしていけるってことか。でこれが赤鬼、ラストこのハテナはお肉いか。はい、バインダーにセットするとこんな感じです。メダルはこんな風になるんですね。セットすると持ってへんメダルがこう一目でわかるんでいいですね。召喚ページは左ページしか今まだないんで、右ページ今後出てくるのかな。はい、ということで以上、今回はプリズムブレイカーの B メダル付きギラポスティーニ創刊号の紹介でした。